バスケトークラジオ。はい、第90回目バスケトークラジオを始めさせていただきたいと思います。本日もお送りするのは岸と、はいと、どうもです。どうもこんばんは。こんばんは。まさかの2本撮りになっちゃいました。現在0時3分、深夜まで収録しておりますが、続きいきましょうか。そうですね。むちゃくちゃローカルな話題だったんですけど、まあ、全日本クラブ選手権。これは X シード、Y シードから A、B、C、D、E、F っていうリーグが組まれてますね、トモさん。そうですね。間違いないですね。はい。で、X シードっていうのはもともと強いベスト4が入っているんですね。はい、X と Y ですかね。X と Y か。ベスト8がこの X と Y に振り分けられるわけですね。はい、そこで勝つとシード権が得られると。負けるとこれで終わっちゃうんだよね。そこの上位2位に入ると次のトーナメントに進めるんです。ああ、なるほどなるほど。でそれ以外のリーグは各1チーム、はい、ああ、なるほど、はい、でトーナメント形式に変わる、はい、ああ、なるほど。で X シード4チームの中から上位2チーム、はい、で Y シード、4チームの中から上位2チーム、はい、9月6日、13日、21日、22日、23日、27日、10月12日、これはどうなんですか、トムさん。今のところはやっぱりバブルスさん強いですか。全国取ってますし。まあそうですね。1個頭抜けてますから、はい、2位はどの辺なんですか。2位、そうですね、ボルデウィとか、まあ2位以降は他のチームも全部チャンスあるんちゃいます。そうなんだ、はい、まあ相性もありますけどね。ああ、そうなんですね、はい、なんか面白いニューフェイスとかいないですか、クラブに。この大学から出た子が帰ってきて最近騒がしてますよみたいな、紹介してください、ね、騒がしてる、はい、まあ、王ちゃんぐらいですか。あ、大山選手ですか、はい、あれ、王ちゃんもクイクラブ入ったんですか。王ちゃんはフルデビューですね。ああ、そういうことですか。で、まあその同期の南下くんなんかはイクイクラブ、あ、入ってますし、ヤマピーも一緒やったっけな。ヤマピー君は最近引っ越したって。はい、ヤマピーはあのズーロスに入ってますね。今も？今入ってると思いますけどね。あ、そうなんですか。はい、へえ。みんなそれぞれに知り合いとかコミュニケーションになって。そうですね。いいですね。いろんなチームに散らばってるけれども、また別の次元の付き合いとかあるんでしょうね。まあ、ここにね。そうですね。団体競技のいいところでもあり、また帰ってきてくれたらね、はい、楽しいつながりもできるんですよ、ね。はい、育英クラブはいつでも植えるかもね。後輩たちを待ってますんで。そうですね、はい、せっかく高校つながりのクラブチームなんで、うん、若いフレッシュなところもね、どんどん入ってきて面白いんじゃないかなと思います。今でも減ったね、一般のクラブ。そうですね。何チームあるんや、うん、4、1、2、3、4、5、6、え、じゃあ1、2、3、4、16、19、22、25、28チーム。うん、でもね、最近の傾向としてはちょっと新しいチーム増えてきたかなと感じてます。古いチームがなくなって、ちょっとあの初めて聞く名前やなっていうチームが増えてきてますね。なるほど、はい、ただその入るチームと出るチームの割合は出る方が多いっていう、ね、まあそうですかね。30チームあったと思うけどな、30前半ぐらいだったと思うけど、今28チームですね。どうぞ、人口が減ってるからそうなんでしょうね、はい、さてさて、あの消えるチームの話もしましたけど、消えたチームは実はですね、シニアっていう40歳以上のバスケットの方にどうやら登録を、そうですね、繰り上がってますね。進んでいるようですよ。でシニアの方は、29チームかな、おそらく29チーム、30以内だね。なんか僕が所属してるのはね、ともさん、愛ちゃん、ピットブルっていうところに所属してるんですよ。そうなんですか。初めて知りました。なんだその、うん、S ピットボルとね、P ピットボルのうちのキさん S ピットボルなんですね。そうなんですよ。で、ぜひ応援してほしいんで、ここちょっと告知していい？うん、ぜひぜひ。9月6日の中央体育館で、15時5分から
P ピットさん支援しますね。うん、でその次これ勝てるんじゃないっていう試合らしいんで、うん、ぜひ時間がある方は見に来てください。9月6日、うん、そして勝てば9月の13日王子体育館、うん、午前9時15分から。これはクロスオーバーさんでね、もうあの絶対王者ですね、相手がクロスオーバー、はい、新年の、うん、もう見てみたいな、うん、で、エスピットの方がですね、岸さんもエスピットですね。あ、そうですね、9月の21日、うん、あ、ちょっと後なんですね。はい、うん、王子体育館15時55分からゲームがありますね、うん、でこれはね、21、22、23とこう連続であるので、あ、なんとかシルバーウィークあの連休全部なんですよね。22日は王子体育館 B コート10時35分、23日も王子体育館 A コート15時55分と、まあ、その連休3日、勝てばも3日続くということですね、うん、そうですよ。スピットの方にね、新型ルーキーが入りましてね、うん、あ、そうですか、はい、今年期待できる。トモさん、あ、トモさんじゃないか、トモさんまだ40歳です。もうちょっとかな、あと1年そうですか。初戦はどこなんですか、エスピットは。エスピットの初戦は OMBBC っていうところで、大阪のチームらしいですよ、うん、アルファベットで OM、 神戸に登録してるっていう、僕もあまり詳しく知らないんですけど、まあ、そのことを言ったんで、うん、僕も今回はあの段取りつけて娘にも、うん、この辺の期間はちょっと行けませんよ、ああ送迎できませんよっていうことを言ってたんで、うん、まあ、僕今年はちょっと余裕で参加できそうなんで、あ、楽しんでくるかと思ってます。まあ、そんなことをちょっと紹介させていただきました。次いきますよ、海外のネタいきます。今日はね、日本撮りなんで、最初の方の国内ネタがこれだけとね、今から海外行きますね。ゲームでね、この前トモさん言ってたじゃないですか、はい、2K15、はい、頑張ってますって言って、はい、いや難しいんですよトモさん。そうですか。頑張ってるんですけど、はい、操作が慣れない、はい、だから、まあ、基本の動きあるじゃないですか、はい、パスをするとか、うん、例えばエンドボールからパス出しが僕できるようになりました、はい、あ、そうですか、はい、まあ、今まで5秒のオーバータイムで疲れたりしてたんで、はい、パスどうすんねんみたいな、はい、誰にパスするかとか選べるんですよ。だいたい左手 の、 あのグリグリの方のボタンあるじゃないですか、はい、あれで狙って、バツボタンかなんか押すと、そうなんですか、バツやったっけ、四角やったっけ、いや、あれ一人一人が三角丸、バツ、四角にもなってて選べるやつありますよね、はい、まあ、それは僕はだいたい方向を狙って、はい、それがいいと思います。直感的に掘ってくれるんで備えしてますね。あと右手のグリグリボタンでシュートを打つっていうね、はい、もう僕も知らなくて、はい、シュートはこうボタンかなと思ったら、はい、右手のグリグリでフェーダーウェイとかもね、そうですね、ゴールと反対側にこう打つタイミングで、はい、おいって右手のグリグリ動かすとシュートを打つっていうのが分かってきました。まだそれぐらいなんですね。そうですか。モードは何でやってるんですか、ゲームモード。何なんですかそのゲーム。なんかチームのオーナーだったと思います僕。あ、そうですか。うん、なんかさ、チームとか選べるんですか。チーム選べる。ケイさんどこ選べてはるんですか。分かってるやろ、えー、恥ずかしいから言わせないよ。俺あんま知らんねんから NBA。 あえてじゃあケイさん、ウォリアーズでございますよ。ウォリアーズのトモさんはに対してトモさんどこを選んでるんですか。もうね、僕はプレーオフも優勝しちゃったんで、うん、優勝しちゃった、ね、あれ、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、もう優勝しちゃった、ね、嬉しい嬉しい。やっぱりいや、とりあえず一貫して一チームで戦い抜いたんですか。そうですね。あれ、はい、どこですか、教えてください。そんな言わさんといてください。当てたいけど当てられないところが、はい、で、まあ、今はね、もう自分でキャラ作ってドラフトから。あ、そうだよ、はい、顔はやっぱトモさんの顔で。いやいや、まあまあ、あれできるんですよね。あれできますけどね、はい、え、写真撮って、え、写真撮ってできるらしいですよ。本当、今のゲームカメラついてるもんね、はい。トモさん、それだけ教えてください。トモさんのお得意のチームはどこやったかが知りたい。どこでも得意です。あれ、今はウルブスで頑張ってます。おドラフトされたんで。ウルブス。あれ、ネットワーク対戦とかもトモさんできるんですよね。はい、できますけど、僕はちょっと繋いでないので。繋いでくださいよ。ね、じゃあできますよ、ね。同じチームとかでもできるんですかね。できると思います。だからトモさんのチームに僕が、はい、
参加して、ちょっと参加したいのにトモさんが起用しないっていうところもあったりするんですかね。いやそこまでは分かんないですけど、全然使えてないのと、ちょっともさ、コントロールビビってお前汗かき待ってんねんからさ、ちょっと使ってくれやみたいな電話して、いやいやもう岸さん最近サボりがちやからね。それは面白いですね。うん、そういうのもちょっとあったね。優勝したらちょっとね、いっぱい祝勝会なんかしてるしね。いいじゃないですか、はい、ただの本当奥が深いリアルで、先週覚えれるNBA の勉強にぴったりかなと思って、今もうちょっと時間があるときに触ってみたいな、はい、まだね、11月頃新しいの出るんで、16が、あ、そうなんですか、15も使いこなせるのに16が出るんですか、はい、で私1キロ入ってくると思うんで、いや、マジですか。なんで説明の操作方法なんて選んだら、もうブーッ出てくるじゃないですか、はい、こんな一個一個覚えられへんわとか、僕が聞いたことないようなムーブの名前とかあるじゃないですか。あんなもんもういちいち iPhone 片手に調べながら見てたので勉強になりました。まあ16は買います。ありがとうございます。海外にいたなんで、せっかくなんでトモさん教えてください。 NBA で大きな選手の移動とかあったんですか。大きな選手の移動、そうですね、いや特に特に、まあ、紹介するほど、まあ、移動は当然あったやろけど、はい、まあ、これからもちょっとあると思うんですけど、後悔こっちないみたいなのは別に今のところ、そうですね、まあ特に、まあ、リンちゃんが、まあレイカーズからシャーロット・ホーネッツに移ったのと、まあ、ダルリンちゃんとジェレミー・リン、はい、そうですね、あとはデアンドレ・ジョーダンっていうのがクリッパーズにいたんですけど、ダラスに行くか行かんかっていうね、話で、まとまりかけてたけど急にまたクリッパーズに戻るっていうことで、違約金が発生していると。違約金が発生してでも戻ると、まあちょっとなんかルール違反的なね、倫理的にもちょっとアウトやろっていうことがあったんですが、はい、まあ、そのクリッパーズにポール・ピアス、ベテランが加入してるんで、クリッパーズ自体はいいんじゃいますかね、美味しいです。そんなとこですかね、すみません。あとはね、デラベ・ドーバ、あ、オーストラリアのガードの、はいはい、がまた再契約、おお、すごいじゃん、クリーブランドとしてますね、まあ、去年活躍してるんでね、はい、残留してますね。へえ、デラベドーバ、はい、デラベドーバ、ベドーバ、はい、まあ、あとはそんなとこですか言いながら続けるんですが、ラッセル・ウェストブルック、うん、結婚したかな、うん、ああ、そう、私の数少なく、でも最近なんかそんなフェイスブックで見た気がします。数少なく知ってる選手でしたからね。そう、うん、以上です、以上です。いつから11月からですか NBA って、秋ぐらい始まるイメージしか知らないんですけど、楽しみですけど、ね、今シーズン開幕がちょっと1日ぐらい早くなったんちゃいますかね、うん、秋なイメージ、秋は秋ですよ、うん、はい、楽しみ、10月27日ですね、もう言うて、あ、なるほど、はい、もう2ヶ月ですよ、で、初日はね、キャブス対ブルーズとかね、あー、見たいね、いいカード組まれてますし、オールスターは6日間となってますね、まあ、去年よりもさらに1日長くなってます。で、クリスマスゲームなんかは、ファイナルのキャブス対ウォリアーズ、とか、まあ、スパーズ対ロケッツなんかね、まあ、面白くなるであろう試合が組まれてますね。クリスマスシーズンにはそういう目星な試合をするってことですか。まあそうですね、あー、サービスゲームみたいなね、はい、あと NBA の選手がトモさん日本に来てたんですか、はい、そうですね、うん、何試合来てたの、誰が来てたの、アンドレ・イグドーラ、へー、まあ、ファイナル MVP ですね、何しに来てたの、いやいや、何しに来たんかな、まあ、なんかトロフィーツアー、トロフィー持って、はい、あ、優勝の、あ、NBA で、ファンとの交流ですね、
うん、あとはハーデン、ヒゲノがアディダスと契約したって書いてますね。ああそうなんだ、はい、まあ、ナイキとシューズ契約してたんですけど、うん、まあ、今季で終了、うん、ジェームス・ハーデン、はい、13年間で約2億ドル2億円じゃない、2億ドルなの、はいはい、248億円相当ですね、うん、の巨額契約わナイキからアディダスに変わるってことですか。そうですね、まあ、アディダスがそんな金額を積んだわけ。そうですね、でまあハーデンは、シグネチャーシューズがなかったので、うん、まあ、その辺移りやすかったかな。でちなみにデュラントにもそういうアンダーアーマーからオファーがあったみたいですが、うん、ナイキはまあデュラントはナイキのシグネチャーを持っているんで、うん、3億ドル、まあ、372億で引き止めたと、うん、何使うんですかそんなお金370億。いやもうその一大事業はね、そうですね、ちっちゃい国の国家予算ぐらいあるでもいや冗談じゃなくてすごい額が動くんですよね、びっくりした。それだけつぎ込んで利益が出るんやろかっていうことです、ね、300億とかって言ったらもうほんまでっかい工場とか作れるでしょ。いや工場を作るかなんか、誰だったかケビン・デュラントにシューズを履いてもらうかみたいな、そんな勢いなのね。すごいですね。いい、うん、びっくりした。だけ投資する。なんか他にないのって思っちゃうぐらいの金額やね。そうですね。額がちょっと桁が違いますね。びっくりした。何に使うんですかね。すごいな。これなんかもうほんまに3000円ぐらい出してくれたら全然履いてあげるけど。フルコート21でワームこと落合智也選手が初代王者に輝きましたっていうニュースが入っています。これどういうことなの。これちょっとね、さっき伺って面白かったです。これネタ元トモさんでしょ。うん、トモさんちょっと紹介しちゃう。いいえ、どうですか、はい、ちょっとじゃあ読みましょうか。フルコート21.東京のニュースをさせていただきたいと思います。8月25日、ついこのですね、ニューヨークで行われたフルコート21ワールドファイナルにて日本代表として出場したワーンこと友谷落合さんが世界各国の代表を倒して初代ワールドチャンピオンを獲得しました。うん、すごい。ボビとガルシアっていう人がニューヨークで生み出したフルコート21が2015年に規模が拡大して世界各国で予選を開催しましたと。で各国の予選を制した国の代表を現地ニューヨークへ招待し招集してフルコート21の世界一を決めるという夏のストーリーでありました。でアメリカ各地、ヨーロッパ、アジア、アフリカの代表が集まるこの世界大会で初代世界一を日本代表選手が獲得したのはもう私たちの誇りであるというふうに書いてあります。ワームという世界チャンピオンがいる日本でも、ワームというのは落合さんのことですけど、まあ、世界チャンピオンがいる日本でもフルコート21の今後の発展が期待されますということ書かれてるんですけど、僕恥ずかしながらフルコート21初めて聞いたんですけど、これどんなスポーツなんでしょう。ちょっと愛ちゃん調べてないの。あ、読んでるんですけど、うん、ちょっと紹介してよ。アイちゃん出てきたんじゃないの？一つのコートに3人から、ね、最大7人前になるプレイヤーをプレイし、勝者は1人のみとなるってことは、攻める人が1人ってことです。で、に対してディフェンスが最大で、だから6人ってことですか。ゲームタイムは15分。なんか何が特殊かっていうと、うん、どういうのが特殊なんですか。すいません、読んでみようか説明しきれない。書いてあってもね、なんか読んでもちょっとすいません。ルールの方説明しますね。フルコート21のゲームは一つのコートに3人から最大7名やで、だから7名以上はないんやな。なるほど、うん、で勝者は1名のみとなる。これ当然
ゲームタイムでゲームタイムは15分なんですって。で7分30秒ちょうど半分経過した時点で1回30秒だけハーフタイムが与えられるんですって。あれハードやね。その間ずっと動き回ってるってことでしょ。30秒ですよ。30秒間休めると、うん、でゲームのスタートは、誰かがシュートを放ちます。第三者だからプレイヤーじゃない誰か審判みたいな人がシュートピョーンって打って、でそのリバウンドを取った人がスタートする、ゲームをスタートするらしいですよ。でその人だけがオフェンスで、その他の人たちは全員ディフェンスすると。だから7名おったら6名はもう敵になって守りに行くと。でオフェンス1人が得点取りに行くと。でフリースローのみ1点で、スリーポイントは存在しません。でフィールドゴールは全て2点、フリースローは1点、フリー存在します。でフィールドゴールを決めたプレイヤーはトップキーから、トップキーでスリーポイントのちょうどゴールの真正面あたりですかね、そこからフリースローが与えられると。でこのフリースローは成功すれば最大3本まで連続打つことができる、成功すればですね。で1本目で落ちればもう0点ですよね。で2本目、1本目、2本目、3本目って3本とも決めると3点、だからミドルを決めて2点、で3本連続のフリースローを3本連続決めれば5点入るということになりますね。で、まあ、落ちた時点で誰かがリバウンド取ります。取ったらすぐ 逆のゴールというか反対側のゴールに攻め入っていくと。で当然6人が必死でディフェンスすると。それなんか突破力が要求されるそうですよね。あーこれも特徴的ですよ、友さん。アウトオブバウンズないって、エンドラインもなければサイドラインもないそうです。全てのルーズボールを保持したプレイヤーにオフェンス権が移動します。なるほど。テクニカルファール、インテンショナルファール、えフレグラントファール、僕知らないです。フレグラントファールってなんかいい匂いしそうなファールですが、レフリーよりコールされたプレイヤーは2分間に退場するんですって。で2分経ったらゲームに戻ることが可能となります。そうですよ。でファールは3つすると退場になるそうですよ。変わったちょっと特殊なルールやね。でフルコート21にはタイムアウトという概念はありません。しかしプレイヤーの意思でゲーム中に休憩することは可能ですよ。しかしその際にゲームのタイムが止まることはありません。なんか質問ないですか、トムさん。特に、まあ、シュート入ってもそれがリバウンドね、ボールくぐってもそれがリバウンドっていう概念ですね。それを取ったもんがオフェンスをするか、はい、でタイムアウトはないけど、まあ、自分が休んどってもあと 5、6 人守ってるんでね、それをうまくどう空気見ながら、はい、水分取れたりするかっていうのがコツなのかなと思いますね。で、まあリバウンドがポイントになるでしょうね。スティール力とかじゃなくて、上の方でスティールしてそのまま持っていくっていう方法もあるけど、それちょっとリスキーなのかな。そうよね。ファウルも起こる可能性あるし、はい、3つしかないからね、はい、あとでも長い距離のワンオンワンじゃないですか、はい、ハーフコートのワンオンワンじゃないんで、はい、長い距離の突破力と最後のカバーのかわし方というか、やっぱミドルのスキルがいるやろね。ランニングプレーで持っていくことはほぼ難しいでしょ、はい、あとはフリースローですね、スリーポイントのフリースロー。そうね、フリースローって僕ら想像するのはフリースローのラインから打つことを想像するけど、はい、これスリーポイントのことですよね、はい、フリーで打てるスリーポイントっていうことですよね、でフルコート21の21っていうのは21点選手から来てるんでしょうね。21点を先に取ったらもう優勝というか勝ち抜けていくと、これ面白いね、一回やってみたいね。そうで、なんとなく僕が想像するにフルコート21ができたのは、例えば7名とか4名とか2オン2とかね、はい、7名やったら1人休んで3オン3みたいなことをやってたんですけど、はい、こういう形式でやってみたらどうかっていう、トレーニングの一環でオフェンス6人、
ディフェンス6人、はい、オフェンス1人、多分オフェンス能力すごく求められるので、まあ、こういう練習やってみたらっていうことで競技化したんじゃないかな。そうですね、まあ、オールマイティーなプレイヤーがね、うん、有利ですね。まあ、ノリアとか強そうですね。ああ、なるほど、なるほど、強そうですね。リバウンドも取れて運べてね。まあ、やっぱでも、さっき、ほんまに世界で優勝したんかとか言いながら調べてましたけど、本当に落合選手、世界一、うん、なってるんだよね。でこの後はレッドブルの1-on-1の大会控えてますんで、いい弾みになるんちゃいますかね。はい、最後に告知いく？そうですね。よろしいですか？はい、現在パワーハウスオンラインストアではセールをやってございます。まあ、よくね、バストラ収録の時いつもセールやっててね、いつもセールやってんじゃねえかと思っててるかもしれませんけど、そうではない、偶然なんですよ。今回も、まあ、セールやってみてくださいということと、実はね、11月7日土曜日バスケイベントやりますっていう告知をしたいと思います。で、まあ、趣旨としてはね、兵庫県のまた神戸にバスケットボールっていうのを初めて日本に伝来した場所なんですよ。で、日本にバスケが伝来してから101年、まあ、去年できたね、100周年で面白かったんですけど、まあ、今年101年目で、神戸から、日本のバスケットを盛り上げよう、はい、ね、外のこと借りてますんで、これいい機会やと。で、 3×3 の大会みたいなことと、うん、お酒も出ます、食べ物も出ます。まあ、トモさんと騎士なんでね、アウトドアグッズをちょっと持ち出したりして、はい、まあ楽しんじゃえと思ってるんですけれども、僕の知り合いはもちろん、バスケトークラジオで一回騎士、トモ、アイちゃん見てみたいって方もね、11月7日土曜日ぜひ港の森公園来ていただいたら、朝からバスケットやってますし、そうですね、うん、どんどん参加してもらって交流深めていけたらなと思いますので、うん、ここで一つ告知させていただきたいと思います。最後になりましたか。アスリートギアでは、ついにバッシュの販売を開始しました。で、アメリカからですね、ちょっと輸入してきまして、ナイキのバッシュばっかりですけど、うん、アスリートギア検索してもらって、アスリートギアバッシュとかで検索してもらうと出てきてます、ちょっと僕の目利き、勝手な目利きで、うん、これかわいいなとか、あ、これ新しいの出たなっていうのをちょいちょいと買いまして、非常に数が少ないのと、サイズにすごく制限があります、US サイズでサイズ2っていうやつと2を中心に買ってるのと、10.5か 10.5 アメリカサイズで、日本のセンチでいうと21センチあたりと、29から30センチあたりのサイズだけでございます。それ以外では買うことはできませんが、この辺のサイズの人は日本のネットでも買えないし、店頭でも買えないっていう、いろいろね、悲しい事情がありましたんで、なるほど、あえてフォーカスを当ててるわけです。そこに、なるほど。で、ちなみに、US2 っていうのは21センチっていうのはね、ちょうど幼児のサイズが21ぐらいまでね。そうですね。で、22ぐらいからはレディース、だから要するに大人のデザインがそのまま小さくなったやつが売ってるんですよ、22ぐらいから、うん、でも21とか 21.5 の子供で、まあまあ大人というか小学校4年生、5年生、6年生になってくると、ちょうどもう靴もマジックテープじゃ恥ずかしいっていう、幼児用の靴じゃ嫌だって言い出すんですけど、探してもないっていうあかりちゃんのために21センチのレディースというか大人のデザインのバッシュを輸入してきました。まあ、それなりにそうなると高いんですよ。それを、親バカな人をターゲットにぜひ買っていただこうという作戦で、21センチの大人デザインのバッシュをいくつか仕入れたと、私より29から30ぐらいのサイズのものを数点入れてますので、ぜひちょっと見ていただければなと思います。バッシュ選べなかった29から30センチの人には朗報だと思います。ああ、こんなもんですかね。すごく長い収録も過去始まって以来ちゃう、こんな長いの。はい、お疲れ様でした。お久しぶり、久しぶりに楽しかったね。本日お送りしたのは愛と岸と
どうもでした。See you next week. Bye bye. Bye bye.